島未来アカデミー。この番組は福島から世界へ、手術訓練用シミュレーター開発のテクノロジー企業 EBM 株式会社の提供でお送りします。福島未来アカデミー、この番組はアカデミックな話題を分かりやすい言葉でお届けする番組です。パーソナリティを務める私パクエコーは、福島市内のベンチャー起業家として外科手術を訓練するためのシミュレーターを開発しています。本日のゲストは小鹿こどもの家園長佐々木圭先生です。佐々木先生、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。いよいよですね、このシーズンというかクールも佳境になってきまして、これで11回目になりますかね。そうですか。先生、はい、どうですか、ラジオやってみて何か反響ありましたか。お話を聞きましたよって言ってくださる方もいらっしゃいます。あ、そうなんですね、うん、この金曜日1時半という時間なんですけれども。そうなんですよね、聞いてくれてるらしい。生でちゃんと聞いていただいたってことなんですね、はいはい、美容室で聞いたっていう人もいますし、あ、美容室で、あ、嬉しいですね。FM ポコを流していただいて、美容室で聞くには結構重たい話題も結構あるんじゃないかな、ね、と思うんですけれども、そうですね、なんかそういうやっぱインパクトがあるっていうのは、なんかそういう反響を聞きするととても嬉しいですね、はい、張り合いが出るというか、はい、いや、もう今回であと2回あっという間なんですけれども、はい、佐々木圭先生、ぜひですね、やはりこのラジオ、そしてこれアーカイブとして YouTube でですね、これ終わりましたら EBMTV という YouTube チャンネルがございまして、あの今回のスポンサーの EBM 株式会社のページなんですけれども、その公式ページで全て見れるんですね。ですので佐々木先生、ぜひ今回アーカイブ残しておきたい言葉として、やっぱり言っておきたいことを全部ちょっとお互い言うようにしたいかなと思うんですよね、はいはい、やはりそれは我々にとってはこう子供、子育てで悩む方々もたくさんいるし、はい、だけどなんかこう子供の目線をやっぱ届けておきたいかな、残しておきたいかなって思うんですよね、はい、先生はどう思いますか。本当にそうだと思います。で、一つですね、私あの子供の立場っていうのも大切なんですけど、はい、親の立場をどう考えるかっていうことすごく大事かなと思ってるんですね、はいはい、お聞かせください、はい、あのどうしても親は完璧な人間を求めるんですね、はい、自分自身に、はい、でも考えてみたら、お子さんが3歳だったらまだ親になってまだ3年目なんですよね、はい、2歳だったらまだ2年目なんですよね、はい、子供とともに成長していく段階の中で失敗があったり、それから見直してみたり成功があったり、はい、あって当たり前なんだけど、どうもそれこを許せない、はい、っていうのはやはり日本に住んで日本の教育を受けてきたからかなというふうに思うんです、はい、ですからどうぞ子育てで悩んだり困ったりした時には、やはり誰かの知恵を借りるっていうことを忘れないでいただきたいなというふうに思います。はあ、もう本当にそれは大事なメッセージなんです。今届けなければ、逆に先生、そういうメッセージが届かなかったらみんなどういう気持ちで苦しんじゃうんですか。やはり2人、まあ、子供と2人だけで、はい、暗い部屋の中で、うん、自分は親としてダメだとか、はい、子供をちゃんと育てられないとか、はい、そういうマイナスな気持ちで向き合ってしまうってことだってありますし、はい、前もちらっとお話をしましたけれども、あの携帯を見て、はい、でそこで一方的な情報を受けてしまって、はい、で子供に合わない、自分の子供に合わない関わり方で関わってしまって、また悪循環を繰り返してしまう、はい、そういうこともすごくあると思うんですね。悪循環ですと、子供をネットで調べて、例えば自閉症をスペースどうするとかですね、そうですね、関わり方とかですね、 それで見ちゃうわけですね。そうですよね、はい、そうすると実際の自分の子供の姿が見えなくなっちゃうんです。ああ、自閉症という一つのあるカテゴリーのある特性の持ったパターンは書いてありますけど、はい、そのネットで、はい、だけどその情報が優先されて、目の前の子供がどういう反応するかとか、その目の前の対象者である子供が何を考えているかってところには意識がなかなかいかなくなってくる。そうなんですよね。ああ、そうすると子供の言葉にならない声が本当聞こえなくなっちゃうんですね、はい、で、ですから子供が何を考え、何を思い、
今何を望んでるのかっていうのが見えなくなると、はい、まさに親と子のキャッチボールが寸断されちゃうんですよね、はいはい、そうすると一方的に親が子供に関わってしまう、はい、そこの中に何も生まれないんですよね。そうですね。ですから相談をするっていうことがまず大事だということですよね。困ったら知恵をこういろいろ周りからもらえる状態を作っていければいいと。そうなんですよね。例えば今日ちょっとあるお母さんとお父さんが、はい、うん、相談にいらっしゃいます、はい、で1歳の可愛い女の子でした、はい、結構たくさんノートに、はい、聞いてくることっていうことでお書きになって持ってきたんですよね、はいはい、でそうすると、まあ、お父さんが僕が、人形を持って自分の子供に何年ちゃんなんとか何って働きかけるんですって、はい、でも子供は全然それに無反応なんです、はい、この無反応って何なんですかっていう相談だったんです、はいはい、でも考えてみてくださいって私お話したんですけど、はい、まだ1歳よって。1歳という時代は非常に具体それから直接体験の中で生きていくわけだから、はい、人形にこう代替するというのはもうちょっと後のことだよって、うん、なので子どもの発達の中で具体から抽象に徐々に進んで物事を取り入れていくんですね、はい、そうすると人形を使うよりも直に子どもとお父さんとの関わりの方がすごく大切なんじゃないって話をしたんです。ああ、人形を介在させずに、そう、じゃ直接触れてみるとか、はい、直接話すとか目を見てとか、そうなんです。でそしたら、あ、だからこの子写真が好きなんですかっていう話で、はい、そうだよね、写真はより具体に近い世界ですから、写真をすごく見るっていうのはやはりより具体的なものに興味を惹かれてる、うん、抽象的なものではない、例えば漫画とか、はい、ね、そういう絵とかぬいぐるみとか、ね、そうぬいぐるみが喋るとかですね。そうです。だからやっぱりそういうことを考えたら、子どもの発達を知ってると子どもの関わり方が見えてくんです、はい、でも親はまだまだ、さっき言ったように、今のお母さんお父さんだったらまだ親になって1年生、はいはい、まあ、もしくは1歳ですね。そうなると、それからもう一つは保育士さんや、まあ、先生方のように専門なわけじゃないわけですね、はい、発達の、はい、だからそういう発達の専門の先生とは親は違うわけだから、だからそういう意味ではいろいろな方に、まあ、専門スペシャリストに相談するっていうことによって、はい、子供との関わり方が見えてくるんじゃないかなというふうに思ってるんです。確かにですね、そこがスペシャリストに相談をしていければどんどん分かってくる。重要な心構えは、先生、なので最初から自分がすごくお母さんだからパーフェクトに知っている必要がないわけですね。そうです。そのありえないという。そう、ありえないですよね。はい。あと今までのお話の中でもお伝えしましたけど、子供に失敗を恐れるな、はい、ね、それから取り返しのつく失敗を今させようっていうお話を以前したと思うんですけど、はい、親だって失敗して当たり前なんですよ、はい、でも失敗したら取り返しを持って向き合ってみるってことが大事だけど、はい、でもそこにもしかしたらスペシャリストの関わり方を、はい、入れてもらって、はい、で子供と向き合うチャンスをもらうっていうのもすごく重要かなと思ってます、はい、とするとですよ、先生、相談の仕方を考えてみると、はい、こう親としての失敗を全然恐れずに共有できれば、そうですね、うまくいきそうですね。そうですね。その失敗をどうリカバリーするか、どう次に生かすかっていうところに相談、プロとしての助言があると、なんかすごくやりやすいですよね。そうですよね。ただ先生、結構怖くないですか、プロに相談をしようという時に、うん、失敗を出すっていうのは、要は私もそうなんですけど、こうやっぱり責められるんじゃないかな、そうですよね、っていう、こう子育てって、うん、あなたがしっかりしなきゃダメなんだよって一言も、やっぱ先生重たいですよ、うん、重たいですね、そういうの言われちゃう、言われると、うん、先生は結構そういう言葉って意識します、声掛けをするときに、もうちょっとしっかりしなさいとか言って、あ、もうそれは言いませんね。けどよく聞きません、なんかイメージで、そうですよね、こう巷では私は結構、うん、自分自身聞いたことあるなという言葉たちなんですけれども、うんうん、ただ私思うんですね、はい、子供のためにちょっとぐっとその思い、湧き上がってくる思いを収めて、はい、一言の勇気で、はい、一言勇気を持って尋ねる、はい、相談するっていうことがすごく重要じゃないかなと思ってるんですね。じゃあまず子供のためにってことですね、うん、自分以上にまず、まあ子供のために
ぐっと今いろんな気持ちあるけども抑えて、まず相談してみよう、うん、別に一人じゃなくていいわけですよね。そうですそうです。セカンドオピニオンでもいいんですよね。そうそうそう。それで、あ、この人合わないってなったら、はい、次探せばいい。そうですね。そう。どん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 、うん、そこは選んでいいんです。それも大事ですね。合う合わないはもちろんあると、うん、だから積極的にこうどん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 、あの、出会っていく、専門家にも出会っていくっていう姿勢は持っていいってことですね。そうです。それはもうリスナーの今こう聞いていただいてる方いらっしゃったら、こうぜひ伝えたいなというメッセージですよね。はい、そうなんです。どんどん会っていいんですよと。そう、まあ、ただこの福島という一つのこう、まあ、東京から比べると狭いコミュニティですから、いろいろ気を使ったりとか、うん、ああこうすると悪く思われないかなとか、そうですね、専門家界隈で噂にならないかなとか普通思っちゃうと思うんですよ ね, すよね、うん、それは先生そんなに考えなくて大丈夫ですか。全然考えなくていいですね。先生からすると毎日たくさんの相談があるわけですもんね。そうです、そうです、はい、なのでそう考えたら、子供のために一緒に考えてくれるっていう人を探して、はい、で自分の思いはちょっと置いといて、はい、一つ階段を勇気を持って上がって、うん、で子供と自分のために、はい、相談に行っていただけたらなっていうふうに思うんです。まあ、そうしますと相談をできる場所もありますし、保健師っていうところもお役割としてありますよってお話が前回までもありました。でその中でさらには検診っていうところもうまく使えるわけですよね。そうなんです。検診って結構やっぱり怖がるお母さん、なんかちょっと嫌だなって苦手意識持ってる方もいらっしゃるって聞くんですけど、それどういう気持ちなんですか。やはりあのチェックリストを書いていかなくちゃいけないんですね。何かがはいとかいいえとか、はい、できるできないとか、はい、でやっぱりそれを持っていくから、それって私たちがあのテスト今まで受けてきましたよね、はい、たくさんの、はい、そのテストに似てるんですよね、はい、でもやっぱりそのはいいいえとかできるできないっていう、はい、まあ、簡単な簡易チェックを、はい、チェックリストを書いていくって持っていって、はい、でそれによってそれを見ながら、本当は保健師さんたちっていうのは、あ、ここにお母さんちょっと困ってるのかなとか、はい、うん、これはどうしてこの子こうなっちゃってるのか、ちょっとお母さんも心配なのかなとか、はい、なんかそういうことでお使いになるので、ぜひ心配しないで、はい、うん、相談に行くという気持ちで行っていただくといいのかなと思います。そういう見方なんですね、うん、あそこで例えば歩けるとかですね、うん、言葉がこう出てくるとかいろんなのがあると、なんか標準より遅れてんのかなって、ついついやっぱり少しでもですね、こう平均値を超えたりすると、やっぱりあーって安心したりするもんなんですよね。そうだよね。でも本当にそれってあの、まあ、そういうあのチェックリストがないとなかなかね、こうあの正確な情報っていうのは得られないから仕方のないことかもしれないけど、はいはい、基本一人一人違っていいじゃないかと、はいはい、だから今できなくてももしかしたら数日後にできるかもしれないわけですよね、はいはい、だからやっぱりそういうことよりも今子どもが必要としているお手伝いがどこなのかなっていう目で見るっていうことは重要だし、はい、それからもう一つは、まあ、そういう検診の時ってなかなか対あの自分の子どもについてっていうことで話す機会もないでしょうから、はい、普段の生活の中で、はい、ですからそういう機会を大いにチャンスと思って、でそれで心配なことを聞いてみるっていうのもいいのかなと思うんですね、はい、いやそうですね。そうしましたら本当にチェックリストだと、例えばこう寿司屋に行ってですね、こう寿司屋に行って初めてのお客さんが来たとしたら、まあ、チェックリスト聞きたいわけですよね、うん、苦手な食べ物ありますかみたいな形でそうそうそう聞いたら提供するものが分かるわけ で, そうですよ、ね、で子供に対してそういうヒントを得てるようなものですよね、はい、チェックリストで何ができて何ができないっていうのが分かれば、うん、今この子どものニーズ発達の段階をより正確に捉えることができると、はい、とするとこれ双方にとっていいよねってことなんですね。です、うん、いやこの子どもは発達が遅れてるんですとか、うん、発達が早いんですとか、そういう話ではないっていうことなんです ね, そうですよね。ただ単に現状をまず、うん、そう知る知る、うん、それに対して、あ、じゃあこういうパターンだったらこういう困りごとがよくある話だから、うん、こういうこと困ってませんかっていう話にもつながってくると。そうです。ですのでそこでこうドキドキ隠したりとか引け目を感じたりとか喜んだりっていうのはまた違うわけなんですよ ね,、うん、すね。その瞬間たまたま発達が早めだった、
やったーって喜んでしまった、自慢してしまう、先生それはまた違いますか？違いますよね。そうですよね。ね、違う。だどっちも違うんですよね、うん。そう。だから何のために検診に行くのかっていうのを改めて考え直して、はい、で見つめてって。はい、いただければいいかなというふうに思います。そうですね、うん、リサの皆さん、ぜひこの検診の捉え方チェックリストやテストも評価をされているわけではなくてですね、あくまでこの子どもの今の発達の状態をいかに客観的に正確に捉えようか、でそのための工夫ということで捉えていただければと思います。いや、検診一つとっても大事ですね。で先生、何よりもこうやって相談をしていく、続けていく、そうするとなんかコミュニティって広がりが出てくるもんなんですか？そうですね、はい、で一つ家庭から一歩踏み出るわけですから、はい、子供にとっても親にとっても、はい、まあ、環境が広がっていきますよね、はい、そうすると情報の入り方が違ってきます、はい、でその情報の入り方が違ってくるとさらにまた情報をいただけたりするわけですよね、はい、ここでこういうのがあるよとか、はい、ここでこういう遊び広場があるよとか、はい、それから例えば幼稚園保育園でねとか、はい、なのでやはり家の中でお子さんとお二人で過ごしているよりは、はい、一つコミュニティを広げていって、はい、で世界を広げていく親子の、はいはい、それはすごく大事かなというふうに思います。確かにですね、うん、こう親と子供の世界が広がっていく、そうなんですね、なんかその広がっていくためにやはりその人と会う、相談をするという、まずその意思、親の意思がすごく重要なんじゃないかなって思ったんですけど、子供はね難しいですから、ね、はい、子供は難しい、だから地域の橋渡しの役割を検診も担っていると私は思って、はい、検診も担っている、はい、そしてこの様々なこの発達支援に関わる、そして幼児の保育に関わる施設っていうのが地域にはあるということですね。そうなんですね、うん、なので特にそれは子育て支援センターっていう名前のところが何箇所かあります、はい、でそこでは、まあ、保育園に併設されていることがほとんどなんですけど、はい、そこでいろいろな年齢の子どもたちが親子で行ってですね、はい、一緒に遊ん で、はい、でそこでまたお友達が増えるんですよ、はい、子どもも親も、はい、でそうすると子育ての仲間ができると心強いですよね、はい、でまたそこで広がっていくわけですよね、はい、なのでぜひ地域に一歩踏み出るっていうことがすごく重要な時もありますので、はい、そういう機会を、はい、まあ、逃さないようにしていただけたらなというふうに思います。そうですね、先生、そうするとだからこそこの過去3年のコロナっての期間っていうのは非常に子育てには重たい影を落としたんじゃないですか。本当そうだと思います、はい、本当にで、ね、人との、距離も非常に、はい、広くなってしまったし、はい、それからなんかこう疑うわけじゃないけど、人をちょっと疑う目で見てやったりとか、まあ、そうですね、なんかもしかしたら何かキャリアなんじゃないかとかですね。そうそうそう、いや本当に最悪な3年間でしたよね、はい、うん、そうですよね、うん、でさらにはこの子供に移してはいけないとか、まあ、例えばシングルマザーだったりしますと仕事もあってライフライン断たれちゃいますもんね。そうですよね、本当にあの時代はひどかったですね。そうすると先生、まだその爪痕だって見えないだけで残ってて、深く残ってる可能性は全然ありますよね。ありますよね、本当に。だからインフルエンザとか、はい、それから、まあ、アデノウイルスとか、はい、いろんな、はい、まあ、感染症が広がっていますので、はい、そういう意味ではなかなかその地域に出るっていうのが心配な方たちも多いような気はしますね、はい、だからこそそういう背景の中でもやはり関わろう、関わっていくとやはり世界が広がっていくという意思だけは常に持っていただいて、はい、それがあれば行動につながり世界も広がってくると。そうです、いや、なのでこのリスナーの皆さんともですね、ぜひこの大変なやはり時代であるのは間違いないと、でその中でも意思を持ってぜひこの情報を共有して進めていければというところですよね。はい、なんかそういった一歩一歩の行動がやはり自分自身の親自身の成長になるんじゃないかなっていうですね、そしてそこで学びがあって、でやりがいが少し出てきて、先生そうすると自己肯定感も増えませんか？そうですよね、本当にそうだと思います。子供を育てるって子供が育つだけ以上に、はい、それ以上に自分自身が育つんですよね、はい、で自分自身なぜ育つかって言ったら、やはり隠し事のない親子関係の中で、はい、
隠しようがない親子関係の中で自分が揉まれる、はい、人間性が揉まれるわけですよ、はい、でまあ逆に自分の嫌な感情の動きだとか、はい、そういうのも変に見えちゃう時あるんですよね、子育てしてると、はい、あ自分はなんでこんな人間なんだとか、なんでこんな思いになっちゃうんだか、こんなイライラするやつだったっけとか、はい、まあ、いろいろ、まあ、子供に意地悪な回答してしまったりとか、そうそう対応取ってしまったりとか、そう、うん、そうなんです、ついつい冷たい行動を取っちゃったりとか、でだけど必ず反省で残ってますよね、そうなんです、自分の中でしまった、うん、そうなんです、でそれをしまったって思えるのはおそらく子供対子供だからだと思うんですよね、はい、まあ、大人同士でもあしまったって思っちゃうかもしれないけれども、はい、でも大人以上に子供との関わりの中ではそれが非常にストレートに返ってくるから、はいはい、だから自分が育つんですね、うん、鏡のようなものですね、子供というのは、本当にそうだと思います、はい、なのでそういうことからしてもそこでどう受け止めるかですね、やっぱり自分はダメだ、はいはい、自分はダメな親なんだ、はい、で終了にするのか、はい、いや自分はこういう気持ちの揺れ動き方をする人間って分かったから、はい、こうしようと言って、はい、一歩前に進むのか、はい、それによって親としての人生も変わってくると思います、はい、まあ、かつて友人がよく言ってましたが魂の成長ですね、そうです、本当にそうです、はい、うん、じゃあ子供が自分自身の魂とか人格をこう鏡のように見せてくれるわけですよね、そうなんですよ、ね、照らしてくれて、うん、それで見えてしまったものに衝撃受けるかもしれないですね、そう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 普通は衝撃私も受けますけれども受ける、じゃあそこでどういう行動を取るのかというところは先生意思が入る余地があるわけですね、そうです、そうです、自分自身の、そうなんです、そこの選択ですね、そうなんですね、もう意思を持たずば、はい、ね、もうあ、まあ、しょうがない、どうせダメな親なんだから、はい、で、はい、終わっちゃうし、はい、そうなると終わっちゃうし、子供と子供も親もそこで前に進まないんですよね、進まないですね、子供から見るとあそこ諦めるところなんだっていうのがストレートに分かっちゃうわけなんですね、うん、でだから逆にそこで、うん、失敗したな、うん、なんでこんな自分なんだろうっていうふうに思って、はい、じゃあ今度こうしてみようっていう意思がそこに、はい、まあ、続ければ、はい、随分自分の生き方も変わってくると思います、そうですね、子供によって素敵な人生を歩ませてもらうチャンスがあるかもしれないってことです、はい、そうですね、それは何度も転んで立ち上がってなんて痛いし大変だし、うん、時として本当に辛いけれどもそれを繰り返していると強くなるし、何よりも子供がそれを見ていてそれこそが先生失敗から這い上がる教育、そうです、そうです、親の背中だし教育じゃないですかね、そうですね、そうなんです、でそれで例えばもう一つはなかなか謝れない人っていますよ、はい、あの私のことでしょうかというぐらいでやっぱり子供に申し訳なかったなって思ったら、はい、素直に謝ればいいんです、はい、そうすると子供はあこういう時に謝ると人間関係が修復するとか、はい、でそういう素晴らしい見本を親は見せることができるんですよね、はい、そうすると子供と親という絶対的な地位の違いから、うん、そうですね、無限の理屈をこねてはいけないということですね、そうです理屈をこねて謝らないみたいなそう子供はそれをストレートに見ているということですね、そうですよね、だからやっぱり子供から本当にいろんなことを教えてもらえるので、うん、まあ、辛いこともありますけど、はい、でも子供を得たからこそ世界が広がってだっていうふうに思えたらいいかなって、親がそうです、ね、より直接的に近いところで子供という独立した人格の存在がいるわけですよね、そうです、ですのでまた鏡として自分自身を映してくれる、子供が近くにいるとイラッともイライラする時もあるだろうし、うん、こう幸せな気持ちになる時もある、うん、喜怒哀楽っていうのは増幅されるような感じですよ ね、より多く、うん、とするとそれで自分に気づくわけです、うん、そうそうですよね、これほどですね人の心を揺さぶる人はいないと思います、はい、そういう人間という存在が自分の子供というところなんですよね、そうです、まあ、例えば血がつながっていなかったとしても、うん、子供っていう存在って僕もよくこう街を歩いていて、はい、1歳ちょっとの子供がお尻をフリフリしながら、はい、なんとかこう立ち上がってから歩いてる姿を見るとやっぱり胸がこうやっぱこうキッと締め付けられるんですね、そうですね、おーすごいな頑張れってなるんですよね特別な力ありますよね、そうですね、子供はすごい引きつける力がありますよね、はい、だからやっぱりそういう子供との存在の出会いを大切にしていきたいな、ただ一人では無理だから、はい、だから仲間が必要、仲間ですね、うん、親同士の仲間ですね、はいはい、
とか、まあ、先生との出会いとか、そうですね、共に自分の子供のことをより理解して、でそしてどう育てていったらいいかっていうのを一緒に考えてくれる、そして一緒に歩んでくれる仲間を作っていくってことはすごく大切だと思います、はい、そこでもまた出会いがあり別れもあり、合う合わないもあり、でそれも繰り返していけばいいわけですね。そうですね。そしてどんどん、まあ、そう言ってみればあっという間に人生が半分過ぎちゃうんじゃないかっていう、 そう、その間に10年20年経っちゃいそうですよね。そうですよね、本当にそうだと。そう考えますと本当に子供が例えば2歳から3歳ぐらいの時と10歳から15歳までの時と全然違うわけですからね、うん、幼児期ってあっという間じゃないですか。あっという間ですね、すんごい早いですよ、はい、で長いように見えるんですよ一日一日が、はい、でも振り返るとあっという間、でもそのあっという間のものが非常に人間の土台を作る時期なんですね、はい、でこの乳幼児期をどのような土台を作り上げていくのかっていうのがすごく重要で、はい、もう間違えれば、はい、やっぱりそのできるできない子供、はいはい、そういう評価で見てしまって子供にそれを押し付けてしまう、はい、でも私はやっぱりこの乳幼児期いかに子供の心を育てていくかっていうのがすごく重要かなって思ってるんですね、はい、なのでじゃあその心って何かって言ったらやっぱり意欲的に、はい、そして失敗から学ぶ子供、はい、そういうような子供を育てていっていただけたらなっていうふうに思いました。意欲的に失敗から学ぶ、そしてそれは一番身近な親の行動存在、はい、それを子どもが一番見ていて、はい、そしてそれを受け継いでいくというか、そうですね、そこから子ども自身がまた学んでくるわけですね。そうですね。いやーそうですね、そうしましたら子どもというのはやはり自分自身を成長させてくれますし、もうなんか切磋琢磨というかですね、本当に濃いですね。いやまたリスナーの皆さんもですね、いかがでしたでしょうか。この子供という存在について今日はすごく語ってみたんですけれども、私自身もなんかやはりこの最終段階になってなんかK先生だいぶこのさらに一段深まってきたかなというか、子供は鏡ですかね、はい、いやぜひまた次週も、次週が実は最終回になってくるんですけれども、ぜひ言い残すことのないようにですね、はい、お互いこの未来アカデミーでですね、はい、の今回第3クールの最終回が次回になりますが、ぜひまたこの子供そして未来について語れればと思います。佐々木圭先生、本日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん本日はですね、この子供という存在が親にとってどういう作用をしていくのか、まあ、まるでこう自分自身を映し出す鏡のような存在ではないかという話をお届けできました。子育てたくさん悩むことがあります。でそんな中でもやはりこう一人でどんどんこう抱えてしまうと世界も狭まってどんどんネガティブスパイラルに入ってしまう。だからこそ、そうプロに少し相談できる場所はある。そのきっかけとしては検診というものも大いに活用できるということでした。検診ではついついこう評価されてしまうんじゃないかという恐れもあるかもしれないんですけれども、そんなことはないという話をですね、心強い言葉を今日佐々木圭先生からいただけたと思います。いや街にはたくさんの子どもたちがいて、そして我々大人と共に暮らしているわけです。幼児期、乳幼児期、あっという間に過ぎてしまう。だけど一日一日が濃いのですごく大変に思えるかもしれない。そこを今回リスナーの皆さんとでもですね、このラジオを通じて地域でみんな共に考えることができれば、そんな一歩が踏み出せればと思いました。本日はお聞きくださってありがとうございます。次週もまたぜひお聞きください。お相手はパク栄光でした。Have a nice day。 2006年創業の EBM 株式会社は、さまざまな手術訓練用のシミュレーターを開発、国内外に展開するテクノロジーベンチャー企業です。代表のパクです。飛行機のパイロットとして手術訓練のデリバリーもしています。福島から世界へ。福島未来アカデミー、この番組は福島から世界へ、手術訓練用シミュレーター開発のテクノロジー企業 EBM 株式会社の提供でお送りしました。